やらなければいけないんだ。俺が。まずは俺が相手だ。修行で少しは強くなったところを見せてみろ。はい、父さん。ここだ。どうした？ザマスやブラックと戦った時はこの程度の力ではなかったはずだ。自分の意志で怒りを爆発させてみせろ。己の限界を超えるパワーを引き出せ。はい。次は俺が行かせてもらおう。まさかコハンさんの師匠であるピッコロさんとこうして手合わせできるなんて。そういえば未来の世界のゴハンはお前の師匠だったな。せっかくの機会だ。ゴハンから教わった魔族の技を鍛え直してやる。本家本元の魔族の技だな。ゴハン、みんなの力を俺に貸してくれ。最後は僕ですね。にしてもすごく強くなってますね。たくさん僕が学業に集中していた間もずっと修行を続けていたんだ。いいえ、俺なんかまだまだです。こんな機会めったにありません。全力のパワーでお願いします。ごはんさん。はい。しまった。すごいな、トランクさん。全然かなわないや。ここまでですね。負けました、トランクさん。いえ、戦っている時にゴハンさんの内から秘められたパワーを感じていましたよ。もしもその力を使われていたら正直どうなっていたか。いや、力を解放できていたとしても今のトランクさんに勝てていたかどうか。本当に強くなったんですね、トランクさん。ゴハンさん、俺は世界を。何？クリリンをスカウトしに行ったのか？で、1チーム10人で力の大会で優勝したら、
前みたいに何でも願いが叶うのか。はい、スーパードラゴンボールで。ゴハンさん、スーパードラゴンボールって。そういえばトランクさんも知らないんでしたっけ。あ、いえ。スーパードラゴンボールは通常のドラゴンボールと違い、願いの制限がないんです。文字通り何でも願いが叶うんですよ。そうか、スーパードラゴンボールを使えば未来の世界の父さんやゴハンさんたちも生き返るんじゃ。さっき見た光景を俺の世界で見ることだって、スーパードラゴンボールなら。師匠の息子さんであっても情けはかけません。勝ち残るのは僕たち第六宇宙だ。生き残りをかけた全宇宙でのサバイバル、当然どこの宇宙も生き残るために必死だ。だが第七宇宙が生き残るためには、俺の願いを叶えるためには、行きますよ。ファイナルラッシュ。師匠の息子なだけあって強い。それでも負けられない。サイヤ人の誇りにかけて。許さない。
れで終わりだ。完全に消えてしまえ。師匠、僕頑張ります。全力でお相手します。誰にも負けるわけにはいかないんだ。はい、そこだな。いけー。はっ、絶対に負けない意地と誇り、この人もまたサイヤ人だったんだ。暴走でもしているのか。力だけが有り余っているというところか。貴様のようなデクドボーなどにカカロットはやらせん。奴を倒すのはこの俺だ。許さない。サイヤ人、とうとう3人目か。けどよ、あたしだって負けられねえよ。あんたの姉貴分として負けられねえよな。やっぱあんたらも強えな、第七宇宙のサイヤ人。貴様らも大したもんだ。俺たちには劣るだな。さすがはサイヤ人だ。二人とも目の前の戦い、私らも上がっていこうぜ。ギャル、おめえは大切な妹分、そして最高のマブダチだ。私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強だ。そうだろ。姉さん、はい、姉さん。なんだ、暴走が収まった。暴走が収まっただけじゃない。あそこからさらに気が高まるのか。一緒に行くぞ、ギャール。あたしら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。どんなにとんでもない力だとしても俺たちは負けない。サイヤ人の本当の力、貴様らに見せつけてやる。終わりにしてやるぜ。
俺自身捨てることなどできん。ファイナルスラッシュ。トシ集め。出し惜しみはしませんよ。欲しい集め。おどめだ。全宇宙で最強は俺たちだ。おい、力の大会が終わったら修行して今よりも強くなってみせろ。その時にはもう一度再戦してやる。再戦って、力の大会で敗れた宇宙は消滅してしまうんですよ師匠。そんなもの、俺が優勝したらスーパードラゴンボールで貴様らを生き返らせてやる。師匠、お前はどうするトランクス。え、優勝した後にどっちの願いを叶えるか勝負して決めてやってもいいんだぞ。いいんです父さん、俺の願いは他の宇宙を滅ぼしてまで叶える願いじゃない。だから父さんの願いがいいんです。カカロットにできて、この俺にできのはずがない。あの力を手に入れ、第七宇宙が優勝してみせる。キャベたちとの約束を果たすためにも、貴様はこの俺が倒す。甘い。父さん、愚かなりサイヤ人、自らの部をわきまえず、あの力に手を出そうとすると。何？身勝手の極意は神であっても、容易に習得はできぬ技。そんな力を、サイヤ人ごときが習得できるはずがない。何がサイヤ人同士の約束だ。笑わせるな。余計なものを背負う貴様らでは勝てん。情などにとらわれ、余計なものは捨てきれない。弱い貴様らではな。バカにするな。家族を、みんなを、他の宇宙も守ろうとしていた父さんを、何も捨てずに戦おうとする父さんをバカにするな。何も捨てずに戦うだ。そのような甘い考えで生き残るために、正義もプライドも捨てたこの私に勝てると思っているのか。勝つ、勝ってみせる。第七宇宙も他の宇宙も俺たちが優勝して救ってみせる。
俺を救ってくれた父さんの言葉を嘘になんてさせるもんか！トッポが破壊のエネルギーを放出するにはための時間がいる。奴にためを使わせないほどの連続攻撃を決めれば勝機がある。無駄だ。破壊の力を持つ私にお前が勝つことはできん。これが余計なものを背負う貴様らと、全てを捨て破壊神の力を振るうと決めた私との差だ。破壊神？神の力か。ならなおさら負けるわけにはいかない。何？俺は今度こそ世界を守る。父を、母を、妹を消させやしない。トッポ、貴様に勝ってみせる。よく言ったトランクス。どうぞ。奴が余計なものといったものを背負うサイヤ人の強さ、見せてやるぞ。はい。ヤリックホーン！破壊！突破！終わりだ！うわー！
トランクス、未来のみんなを生き返らせてって思ったんならいつでも相談してくるよな。スーパードラゴンボールならまた1年後集めればいいんだから。ありがとうございます。でも禅王様や破壊神の怒りを買って宇宙を消滅させられたら大変ですから。それに未来の世界で父さんや悟空さんがいなくても宇宙最強を目指して自分の力で世界を守りたいと思うんです。まったくベジータったら、いつまでもへそ曲げて。あいつ力の大会で他の宇宙を救おうとしたことをトランクスがみんなに自慢したもんだから照れてんのよ。大丈夫です母さん、俺はもう分かっていますから。父さんが俺たちのことをちゃんと見てくれているってこと。そっか。それじゃあ皆さんお元気で、いつかまた必ず会いましょう。